フラッシュドライバーからの B メイン取り。ダッシュ。これに対して。エースとにナイフ食らわないの？ですが、フラッシュドライバー真ん中に入っている。おお、いいフラッシュ。ジムキンが取りました。フレンジでのキルです。伊豆のパラノイアとリコンボルトをうまくカルペと合わせていきたいか。リコンボルトはアッパー側ですが、早めに壊されました。先に様子見で打ちましたね。ランウェイのダークカバー。ここからパラノイアを合わせて取り返す。ただメインに残っているフリップスジェイダー、どのタイミングで動き出すか。前に出ていきました。エクスキルというのカバーが入りましたが、そのタイミングで RRQ のラッシュめっちゃキリだったな。フラッシュがマジキリだったわ。エクスキルエイト1に対して走り打ち、開幕のラッシュといったところ、セットアップも褒められるかもしれません。うわー、うめー。サイオプレイヤーさらに前に行く。エストレラの位置に対して銃口が見えた。見えた。 T1 2キル目。これ2キルにとってもゴリゴリ詰めていくのはちょっとおもろいよな。まあ、タク攻めなんだろうけど、バックサイト2名で2段より有利にするみたいな。メインから0ポイント。スポーン側に隠れているロッシュの姿は、おお、今のフラッシュなんですが、ここはロッシュ打ち負けませんでした。今のフラッシュめっちゃウケるな。エントリーを進行を止める。ミッド側警戒できてないから、ミッドずっと覗いてたらフラッシュ飛んできて、ジューヨD サイトへのエントリーもロッシーが、今のはマジで噛み合いだわ。 CT 側からミッド気にするから、 そこにずっと M してたからフラッシュ食らわなかったっていう。リンクに対してのフラッシュドライブ、これで立婚合わせでがオーディン抜きでしょ。 B リンクを抜く作戦ですね。これマジずっと擦ってるよな。 B リンクいたら死ぬから様子見でした。しかし大胆にサイヤプレイヤー前に出ている。テルビンドをつけた。タルトも反応している。打ち方の丁寧に抜いていきました。あー、これオーディン抜きしちゃったから逆にあそこの壁ないなって死んだね。普段あそこの壁が抜かれてるタイミングがそんなにないから、あんまり抜き返されることってあんまないですけどね。経験としてフィーリングがなかったよな。避けることができたぞ。しかしかかっていないところ警戒を敷いたんですが、おー、まあナイス。2人持っていたのは大きい。あ、お、手前にずれてしまった。あー、これは水が発生した。2オン2入ってくるところ、カルペが打ち抜きましたが、エルミモアのカバーです。 1V1 リコンボルト、あ、うまくアングルを変えた。オールドローンも使っていった。アッパー側すでに抜けることができているエルミモア、ドローンからは見えていない。これで中にいるのを出しました。おお、うまい。エルミモアも、あー、ここで先にヌルコマンドを切りました。相手のテイクを遅延させてから設置、さらに手前からのオールドローン、あ、ファストリテイクを阻止するアルティメットですね。なるほど。さらにはショックボルト、徹底的にこのリテイクを遅延させて、ヌルコマンドを利用して裏取りですか、から抜けてますね。ん、何抜き今の。カルペ落としました。すげえ抜きしてない。エルミモア、これでさらに T1 前に出づらくなったところ、エックスベロが後ろからやってきた。ポジション良すぎ。トリプルキル。しかも今やばい、すげえとこ抜かなかった。おお、ここを削り切りました。完璧。ちょうどそのトラップがあるタイミングだから、抜けるために使ってくれた指示もあったかもしれないですね。頭入ってんね。めっちゃいい抜きだ。ただ本当にスムーズに挟み込みましたから、完全に相手の裏を取ることができていましたね。 RRQ ここまで狙いど、いや、まだ入りませんね。ロックダウンからのエントリーになりそうです。徹底してますね。前での勝負はさせないという狙いですが、サイヤプレイヤーワンチャンスを狙い位置、上から狙っていった。おー、うまい。ワンピック、しかしもう下がれません。めっちゃジェット。ただ一人は持っていきました。これワンチャンスは間に合わね。スポン側からカルペ抜きました。早めに取り返しに行くんですが、別地でのダブルキル、さらに最短下に残っていたサイヤプレイヤーもジムキンが倒しています。しかしマーケット側からはロッシー、これ裏取りが早いぞ。2オン2、さらにイーズはバンダルを回収した。抜けるところ、スパイクドロップ、残ったのはジェムキン。おー、強いイーズ。ここもイーズが打ち勝ちました。イーズ、今回サイヤプレイヤーの位置はボトム。テルミンドをつけてショートのアクションに対して当たりに行こうといったところ、ダークカバーの中に隠れているが、サイヤプレイヤーのアングルによってこれは警戒することができている。 2-2 トレード、スパイクが落ちた。本当にジェットがいるのは分かってるので、ここからハサミですね。あー、なんで早めに飛び出していきました。ジェムキン、エルミモアもカバーに入れる位置。そうなんですよね。先にこの分かった一人のところを潰しに飛んでしていったんですが、位置が確定した。おー、さあやあ、でもこのラウンドもですよね、サヤプレイヤーリスクかなりあったと思うんですけど、まず最初に A ショートをフラッシュを投げて今進行を試みようとしたじゃないですか、はい、そのタイミングでスポーン側からカルペのこのハンタースフィーリー、ただうまくかわすことが、わー、何その抜き。ただミッドルバーエクスペロ、あ、ミッ
ストを取ってドローを流して情報を出してからの A 展開ですけど、はい、このタイミングで KO ウルトはめっちゃいいね。これカルペのオーディンダブルキル、ナイスオーディン。さらにはヌルコマンド入れてスキルも切ることができません。でこれオーメンの伊豆の位置気づけないから絶対ワンキル持ってかれて完璧。これロッシーのウルト打つタイミングマジでいいね。まあ、B サイトのタレってまあその子で一発当たったことでフリップスジーダを倒せた。完全に相手の攻めを止めることができましたね。スキル回しお見事でした。今度は B 背面セットアップ、ハンターズフューリーも合わせていきましたが、サイプレイヤーが狙っていく。サイトナガ、ただロッシーが耐えている。あー惜しい、強引に抜けてきましたが、サイトナガロッシーが耐えている。完璧、うまい。メインからのカバーです。いやこのカバーの速さ、3オン2、このキルトレードの素早さ、 RRQ 強みを生かして人数有利。打ったところ打ち抜きました。リコンボルト内側かって1人抜いた。 1V2 ですが武器はオリン、ここは厳しかった。でサイトの中ではロア側でロッシーがすごく耐えるプレーを見せていたじゃないですか、はい、ただちょっとこうエントリーつまずいたなって思わせるタイミングでも迷わず勝負してきましたよね。この後のここからはオールドローンも残っていますし、相手のゼロポイントがないというのは今のタイミングで分かっていますから、まあ、しっかりと手前でオールドローンを流しながら B メインのコントロールをしていくところはフラッシュか。しかしそれより先に見えていました。さらに B メインにもう一人、落ち着いてる。ロッシーが隠れていた。ロッシーそしてこれ倒されないという動き、前に出る。あうまい、後ろのエストレラ 1V3、パラノイア分断させましたが、後続へ。うわーうまかったけどなエストレラ今ラスト。パラノイアに対するカウンターを狙ってるか、手前のダークカバー、パラノイア返しました。さらにサイトに対してのリコンボルトカウンター先に切っているサラプレイのうち移りましたが、ロッシーサイヤプレイヤーと突破していきました。見えた、バックサイトのエストレラどこまで耐えられるか。しかしもう厳しいでしょ。うわ、見えてないけど抜いた。ただそのカバーにしっかりとついているカルペ。 1V4 です。スポン側前に出ている。ボトムに3名、 RRQ の配置ですが、マーケットに対してはうわ2人映った。開幕壁抜き、これ人数かけていたのにもリコを壊すことできなかったか。 RRQ の狙いは完全に読めていた。え強っ、フリップステータダブルキル。パラノイア、しかしパラノイアの開始迷わず切りましたね。いやあのリコン壊せなくてゲーム終わるのしょうがなくね。エストレラは A ショート、あーもったいねえ。 RRQ マジで痛ったのが、ゼロポイントとかぶってちょっと壊す方向がずれちゃいましたかね、はい、どっちから先に壊すかっていうところで全員がもしかしたらゼロポイントの方を向いてしまった可能性もありますよね。そうですね、アビリティは A 側に。90位のタレットなど配置していますが、ここまでセットプレーで読んでいたんですが、押し付けていて急にドライ、もう目の前にいる、横についている、隙をついた、耐えられるか。しかし挟み込んでいった。うまいやこれ T1。 いやそのイズのピークは意味わかんない。しかし横から入ってきたらカラペラ、はい、カンタヤプレイヤーも残っていた。さあここでルコモンドを先に切ったのは T1 側です。さあこの手前の位置、エクスペロ、あーちゃんと見てる、負けた、あー残ったエストレラ 1V5、 T1 全く流れを渡しません。切りました。そしてマーケット終わって B 攻め、バックサイトにフロムザシャドウズ寄っていきました。キルトレード、ロッシーダブルキル、うえっ強い、ロッシーが強い。今日ロッシーマジでいいなパフォーマンス。本側の打ち合いではジェムキン、 3V2 人数有利は T1、カバー勝負なんですよね。はい、神パラノイア、ジジイ。後半流れは一切渡さず。さらに B メインの視界もエクスケルトがこのアングルで取ることができています。そのカバーにはカバーついていたんですが、見えてなくね？これエクスペロに抜かれました。B メイン再び動きがありそうだ。しかしエクスケルト止めました。さすがにチェン。ロッシーこの位置3からの取り返しに変更しました。パラノイア合わせていくんですが、うまくかわすことができています。エルミモアがツリー側の進行を止めました。しかしメイン側と合わせてエクスケルトロッシーが崩していきます。この解除に対してアプローチできないぞ。抜けるか、ハーフまでは通した、すれ違っている。そこを崩したのはイズ、どうだ。あーうまいな、気合入ってるわ。それ T1 起点の気足りていく、マジで気合進行方向なと感じましたね。
今度はオペレーター手前、サイヤプレイヤーのプッシュ、ここついてのダブルキル、ワオ、瓦礫の裏、さらに押していく、瓦礫は渡しません、シーズレ捕まってるところ、詰める、先に押して、サイヤプレイヤー、倒しきりました、なんか今までの T1 ではないような、押し切りましたね。ここまでがっつり詰めていく守り方は初めて見ました。サイヤプレイヤーのエイムが本当に鋭い。無限チャンプレイ。オペレーター手前取り、今回 C プッシュ、こうなると X ペロの位置、ただ抜けてきた、取れるキル、さらに A メインでは X キュート、そして裏から詰めていく、囲い込むような形というか、こう X キュートも引き目で待っています。ただもちろんチャンスは今 RRQ あります。正面のエリアですよね、スリー側、パラノイアと合わせての取り返しを狙う、しかしエルビンも抜けてきた、強気な勝負を仕掛けてきました。しかし伊豆のカバーです。しかしそうですね、かなり取り返し難しいですよね、こうなると。あー、タイミング、タイミングが悪い、しかもスネークバイトが、うわ、うわ、その位置に入っていた、あー、最悪じゃないこれ。間髪入れずパラノイア、さらにはブラーローも入れて C マウンドのエリアをどんどんと広げていきます。そしてセットアップ一気に入っていく、伊豆はスモーク中、相手のダークカバーを利用して、伊豆は戦うつもりか、サイト中でのファイトを狙うか、ただ今まで中で守っていたケースは少ない、あーついたんですが、反応が早い、ここは少し迷いがありました。エルミモアのファーストブラッド、いいメイン、ここは下がりました。あー、ただサヤプレイヤー抜きました、抜き方リズムやん。ダダダンダダダンダダダダンダダ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 ダン、うまっ、おお、やるね、これもう無理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 、うまく相手のリテイクに対して当たって止めることができました。しゃがんで解除通せるか、いや絶対無理でしょ、ああ、怖い、貫通のヘッドショット2点入りました。ある程度手前にいるというのは RRQ 分かってるでしょうから、スチームのマーケットからメットがあるところ、うわ、勝負しに行った、出ていくんですね、そこ両方抑えた、滝川まで広がった RRQ ですが、あそ この人数差をどう埋めるのか、ね、T1 うまいな、登れなかった、手前ナイトフォール、シーズレ、まあやっぱこうやって見ると DFM のアタッカーマジうまかったね、バレていないエストレラがうまく寄ってるんですけども、このポジション重要です。ゆっくりと後ろからロッシーも寄ってきている、正面の打ち合いダブルキル、いやナイスに切る、ショーストッパー切ったジェムケン、さらにリテイクを遅延させていく、目が見えた、おお、滝川からロッシー、おお、 RRQ もやるね、ラウンド層縮められるか、まあ、マックロ部分では T1 のエアが勝ってる印象はありますけれども、今度マウンド前に出た、しかし見つかってるこの位置、それでもファーストブラッドを取っていきました。さらに後続のサイヤプレイヤーもRRQ としては印象が良いので、そこに先手を打ちましたね。サイト中、こもって守る、タイミング次第では、ベンド側、カルペ、生き残った、クララ、まあ無理やね、投げ込んだんですが、ここはエルミも、しかし、サイト中のサイヤプレイヤー、うまく立ち回ってワンピックです。うまいですね、これ、設置に対してプレッシャーを今かけれてますね。3オン2、クララ、再び流していった、設置ポジションに対してはペイントラン、避けるところを狙ってます。下がるところを狙っていたんですが、少しバフで見えづらかったか。さらにサイト中入っていてエストレラがロッシーを倒しました。いや、クスケルフクラッチでしょ。横をついたバトルに持ち替えて削った、削っただよね、ナイスナイスナイス、素晴らしいクラッチ、エクスキュレイト、今回オペレーターのアングル少し変えていきました。上側、おー、外しません。着地地点をしっかりと予測できていました。しかもツリーオーディンってすごく嫌ですからね。じわりじわりとエリアを縮められていく。しかし登ったタイミング、そのカバーには伊豆がダブルキルで返しました。 RRQ の残り2名囲い込まれました。当たりに来た、一気に当たってしまってますね。少しずらい1人、ただこのカバーには即座にカルペが壁抜きで対応します。前半で2回ですか。やはりこの前にも言った通り、このオペレーターの通し方がまずうまいチームじゃないですか、ええ、その上でどこか圧力をかけてくるんであれば、必ず少数になる逆サイト側をやはり詰める選択を今回は徹底していますし、さあこの T は守れるか、スネークバイトで遅延はできているが、なくなったタイミング超えてきました、ワンピック。しかしエルミモアのカバーによって釣りを取った。これ1個前のラウンド RRQ 勝った。ただエクスキュレートヘッドハンターでワンピック3on3。 おー惜しい、展開のタイミングエルミモア抜いていきました。ここで思い切って勝負できる。
ここからの取り返し厳しいでしょう。かなり難しいですよね。ゆっくりと前に出る一人見えたんですが、ここは捉えきれず、エストレラがサイヤプレイヤーを落としました。伊沢プレーターのセーブになるか。出てきたところ一人倒していきます、ワイパーズピットを強引に飛び越えるセットアップになりそうですね。D 前プッシュ、サイヤープレイヤーはピック、チェンバーのウルトだけなんか当たった音するんだよね。ていったすれ違っている、足音を消して立ち回り、うわー、エルミーモア気づいてるわ。エルミーモア今日もその勝負感さえ渡っています。ナイトホール4対4での取り返し、綺麗にパラメインが入りました。フラーダの回収、ね、ペイントダウン。ただエルミモアの体力かなり削られている。7スワンまで止めることはできているが、そこを抜いていったメインからエストレラ、さらにエルミモアもワンピック、そのカバーには伊豆がついていますが、マウンダがすでに下がりきることができています。あとはアビリティでの遅延だけですね。いやー、これワンチャン、お得意のガチ解除、無理です、うん、全然無理です。金が抜きました。エクスケレート結構チェンバーの弾8個買うとき多いなと思ってた。 B のエントリー、そのカウンターにパラノイアうまく切ることができている。おお、よかったな。サーフレア、このワンピックは大きいでしょう。しかしアッパーに抜けてくるところはジムキンを抑えました。サイトへのエントリー、エルミモア手前に守っている。 A リンク、カルペのキルトレードです。ここからエクスケレートが残っている A 側に流れていきました。エントリーを許す形になりました。A リンクやロッシーがまだ残っている。あ、これで裏を抑えれたのはでかいですね。スピンオツ落下タイミングを狙っていました。エクスペル 1V3、 おっとすれ違ったぞ。このエントリーには気づいていない。カルペ泳がせて、あー、あの右動きうざ。これ気づいた、リーダー削った、降りるタイミング、メインからのカバー間に合わせて先にピークしたのは XQ レート。5人でこの A 面を見ている。ロッシーは姿が見えた瞬間に詰めていく。手前張り付いて、うわー、めっちゃ強ジェムキン。そのカバーに伊豆が入りました。さらにサイヤプレイヤーのマーシャネット、これ以上は前に進むことができません。武器を回収したところを狙っていました伊豆。ダークカバー、そこ逆に取り返しに行くのが T1 の動きです。ジャンプしながら攻撃で、よくマーシャネット当てましたね。今回は守りの配置いい形が作れていますね。クロス組めてますからね。ポイズンクラウドから、あ、いやー、先にツリーアクション釣られてしまった。マジか、それ。 T1 うまくこの一瞬でも守りの形を崩すことに成功しました。そのままサイヤプレイヤー2キル目を取りました。いやー、そこまあもちろん確認しました。開けたのは偉かったけどじゃない。ゆっくりと上がってきたパラノイア、それでも正面が粘って時間を稼ぐ。ただサイト中に入ってるぞ。カルペもカバーにつきますが、裏からの伊豆、分かってるうちに仕留めに行きますね。ドロップ側の勝負、強い、ワンチャンス。エクスペロクラッチなるか。ただこの位置であればラウンドステップ、再びドロップに降りてハーフまで通した。飛び寄せた、勝負強さ。最近の流行でしょ、ガチ解除。この最後の 1V1 ステーションの伊豆の勝率非常にで苦しめられていて、これだけのスコア出しますからね。ただこの一瞬の隙でしたね、クロスも組めていたので形は決して悪くなかったと思います、ね、今年めっちゃ見る。ただあの回転ドアを対応しようと、まあね、相手が覗いてこなかったら期待値一番高い。また先ほどのラウンドのように映画ワークションかけて寄せてから C という狙いも見えるんですが、このエストレラの角、おお、ちゃんと返してきた。片方の車線を切るためのスモークだったか。こうなると守り難しいですね。 RRQ フリップスジェイダーが何人持っていけるか。まずは1人、ただもう位置がバレました。トキシックスクリーンをうまく使って立ち回る、抜けてくるところも対応していった。あー、まあ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 、これ RRQ 有利でしょ今。あー、まあ地味プレイヤーが抑えました。いや、これは B 狙いになりそうですね。うまいな、ここで B。 いや、ここで B 狙っていくムーブ無理だろう。うまいわマジで。ポイズンクラウドもある。今回初めてエクスキュレート IGL らしい。見るところが多いのは T1 視点でも同じです。ロッシーは手前張り付き、ただシーズで捕まりました。いや、でも捕まったかどうかの情報をうまく隠したんじゃないですかこれ。さらにスネークバイトの開始、ただ抜けてきたエクスペロは、しかしこのスネークバイトとサヤプレイヤーのキルによってリテイクを止めることができました。初めてのインゲームリーディング、マジうまい。絶妙な攻防戦でしたね。ペイントダウン、
エルビンも強気のアングルにつきました。パナナギを入れて入っていきます。返しは打てた。正面のイズも入ることができませんでした。 A サイトの中のジェムキンがワンピック、タレットが反応しました。 C リンクのエクスペロ、デバル、ダブルキル、カルペがワンピック取ったんですが、エストレラトップからのアッパーからのカバーです。いいカバーキルですね。1人見えた。オペレーターでの取り返しなるか。うまい。うわ、ヘッドハント持ち替えたんですが、エストレラのカバーです。まあ、オペレーターも持てたのでチャンスはあると思うんですけどね。エストレラ強引な攻めだ。3を突破するフロムザシャローズで映画は寄りましたが、このショーストッパーにはサイトは開けるしかありません。ロープを掴んで、このショーストッパー完全に取られた。さらこれエルミンはさらにドロップではジムキンが止めていきます。ただエクスキルレートがツールドフォース上止めていく。スティンが伊豆が隠れた。真下に伊豆が隠れている。おすれ違っている。エクスキルレート抜いた。体力ないぞジムキン。フロムザシャローズがある。これゲームエンド。しかし人数よりジムキン取るしかない。 1v2 回り込むことはできた。ただ伊豆もいやーうまく隠れた。バックサイドに回った。あー最終ラウンドはスリッチで取り切りました。次の対戦相手はタロン e スポーツです。次の試合に向けての意気込み、そして日本のファンへのコメントを最後にお願いいたします。今日勝ったので今日の後でも自信が持ってゲームができると思います。それでどんどん勝ちたいと思います。それとも今 T1 に入ってゲームをしてるんですけど、もう日本から応援してるファンの皆さんありがとうございます。ありがとうございます、うん、ということで T1 から試合を終えたばかりの伊豆選手に来ていただきました。人間としての出来が違うよね。こういうとこ見てて思うけど。